小説の書き方についてでは話していこうかなと思います。はい、そうですね、意外とそのといって難しいですよね。いやでも大概書きたいものはあるんだけれど書き方が分かりませんっていう人と、書きたいっていう気持ちはあるんだけれど何書けばいいか分かりませんみたいな人で大体分かれるんじゃないかなって思うんですね。小説書きたいって思ってる時点で何かしら、なんかこういう本読んで自分も書いてみたいって思いましたとか、なんかそういう理想とかがあったりとかすると思うんですよ、小説書きたいって思ってる人って。だから、そこは大事にしつつ、でも書き始めるんだったら登山に例えるとしたら、そのいきなり厳しめの登山道から入るんじゃなくて、ちょっと登りやすい登山道から入るのがいいんじゃないかって私は思うので、何から始めればいいか本当に分かりませんっていうような人に対して何かアドバイスするとしたら、あんまりこう抽象的なところから物語を作ろうとすると結構大変なんですよ。なのでできるだけ具体的なものを入り口に話を作っていくのがいいんじゃないかなと私は思うので、ありがちなのはテーマから入るやつですよね。テーマ、小説のテーマを決めてそのテーマから物語を作ろうっていうのが、なんかそれっぽい作り方じゃないですか、テーマから入るって。でもテーマってどうしたってこう抽象的になりがちで、じゃあ仮に例としてなんか喪失からの再生みたいなテーマを設けるとするじゃないですか。喪失からの再生をテーマに小説を書こうって、それっぽいスタートに見えるんですけど、すごく抽象的じゃないですか。こっから何始めればいいか全然わかんなくないですか。でやっぱり0から1の作品をこう作ろうって思った時に抽象的なところから入るって結構ハードル高いんですよ。私も担当に沼川さん、次の作品は喪失からの再生でお願いしますって言われたら何やれっちゅうねんってなるんで、なるべく具体的なものから話を作っていくっていうのが話作りのコツかなって私は思うんですね。で例えばですけど、喪失からの再生なんて言ったんで、これ具体的に入っていこうとすると、例えば家族を失った少年が新しい家族を得るまでの話っていう風にちょっと今具体化してみたんですね。で具体的になったことでこっから話が広げやすくなったと思うんですよ。じゃあ家族をどういう経緯で失ったのかとか、失ったことによってこの子はどうなったのか、でどうやって生きていくのか、生きていった先でなんでこう新しい家族を手に入れるっていう、イベントですよね、イベントが起こるのか、それによって少年どう変わっていくのかっていうので、本当短い家族を失った少年がもう一度家族と出会うっていう短い企画の種みたいな状態ですけど、全然ここからこう広がっていくじゃないですか。この子はどうなっていくんだろうって、広がっていくのって別に私が無理やり広げてるんじゃなくって、ここにある食材が具体的だから、具体的なものからは具体的なものが生まれてくので、でどんどんこれで話が作っていけるんですよね。なので具体的なものから入っていく、で書きたいものを何か探そうって思った時も抽象的なテーマを探すんじゃなくって、具体的なものを一生懸命探すっていうのがよくって、例えば私スポーツが好きなんですけど、スポーツだったら、陸上競技が一番好きで、だったら陸上競技の、駅伝を書こうっていう、駅伝っていう具体的なものにちゃんと、じゃあその駅伝のどういうところを書きたいのかっていうのをさらにこう具体的に詰めていくんですね。でこれが駅伝じゃなくって、例えば野球が好きな人だったら
野球っていう具体的なものからさらにこうじゃあどういう子が野球をする話なのかとか、野球をしながらどういうイベントが起きていく話なのかっていうのを具体的に具体的にこう広げていくと、自然とこう物語の、まあ、骨格みたいなのがぼんやり出てくると思うんですね。企画の種というか。で、あとはこれをしっかり小説っていう形で自分で書いていけるように、あの設計図に落とし込んでいくっていう作業が始まっていくんですけど、この設計図をよくあのプロットって言うんですよ。あの結構小説書きたいなって思って、ちょっと自分でこう書き方とかを調べたり勉強したりすると、絶対プロットっていう言葉に皆さん出会うので、なんかプロットがどうやら小説には必要らしいっていうのは皆さん思うけれど、意外とプロットの書き方ってあんま教えてくれる人いなくって、みんな手探りでプロットを作って何が正解だか分かんないままなんかできたのかなって思いながら、なんか本編書き始めるっていうことがあるんですけど、しっかり具体的な企画を立てて、その企画をプロットっていう設計図でしっかり練る作業っていうんですかね、それをやることでより、あの、まあ、小説をあのしっかり形にしていくためのなんかアシストができるんじゃないかなって思うので、まあ、まずはその何から始めればっていうのに対しては、その企画の種を作るための具体化の作業ですよね。具体化っていうのをまずやって、なんかここになんかとりあえず食材を置いてみましょうっていうのがすごく大事だと思います。そうですね、例えば食べるのが好きみたいなところから始めてもいいだろうし、自分の中にあるものから、何か自分の中の引き出しから何かこう種になりそうなものを一個出してみるっていうのをやるのがいいんじゃないかなと。好きなものって多分絶対その人なりに何かこう精通してるものがあると思うんですよ。だからこそこう具体化するにもいろんな多分このネタをその人なりに持ってるというか、だから具体化してこう広げていく作業がしやすい題材でやることで、より話として物語として何かこうあの広げやすいあの食材を置くことができるんじゃないかなって思いますね。いやでも全然あるあるですね。とにもかくにもあの書くことが大事だって言って、あの、まあ、原稿用紙なのかパソコンなのかで、もうとりあえずやるぞ、うわーって書き始める人も多いし、その勢いすごく大事なんですよ。でもしその勢いで最後まで書けちゃうんだったら、それはそれでいいことだと思うんで全然 OK なんですけど、大概の人は多分うわーって書き始めた結果、絶対どっかで一回止まるんですよ。絶対なんか頭の中にパッて浮かんだワンシーンだけ書いたら、そっから先考えてないから、あのもう何も先が出てこなくって、どうしようかなってなって、で何日か経ってだんだん飽きてきちゃって、結果あの序盤の盛り上がりだけがあるあの作品が一個出来上がり、でも終わってはいない、なんかでも続き書けないから新しいの書こうってなって、同じことが起きて、漫画の第1話だけがいっぱいあって全然連載が続いてないみたいな状態になっちゃう人は結構多いと思います。私もあの昔そうでした。あの私10歳の時に小説書き始めたんですけど、意外とあのやっぱ最初の頃そうでしたよ。あの漫画の第1話みたいなのがいっぱいあって、全然こう続く感じで終わってる1話なんですよ。しかもあの全然なのに、全然あの2話以降が全然広がっていかないみたいなのはありました。あるあるだと思いますね、あの小説ってもちろん始めるのって大変じゃないですか。その0から1を作るっていうのはすごく大変なんだけれど、多分始めるよりもっと大変なのが終わらせることなんですよね。
ちゃんとそのなんか 着陸するというか、着陸するってやっぱり難しくって、そのなんか起こるわけじゃないですか。何か起こってそこに人がいて、でなんか事件だとしたら事件が解決して大団円迎えてよかったねってこう話を閉じなきゃいけないって、結構こういろんなことやんなきゃいけなくって大変なんですよね、終わらせるのって。それがやっぱりハードル高いから、終わらせられなかった作品ばっかりがパソコンのフォルダの中にいっぱいあるみたいな人はかなり多いと思うんですけど、でも終わらせるのが難しいからこそ、終わらせないとやっぱり身につかない力ってあるんですよね、終わらせる力みたいなのが。それは本当に大事で、あの多分あの小説書く人あるあるというか、まあ、よく言われることとして、あの未完の作品、終わらせられてない作品が100本あるより、どんなにひどい終わり方でもいいから、ちゃんと終わってる作品が1本ある方がその人の成長になるっていうふうによく言うんですけど、本当にそうで、やっぱり始め物語を始めて終わらせるっていうところまで、どんなにひどい出来でも一個ちゃんとできるって、やっぱり全然そこで獲得できるものが違うし、終わらせたことによっていろいろ反省点って見えてくるじゃないですか。そのあまりにも終わらせ方が無理やりすぎて、胴体着陸みたいな終わらせ方しちゃったな、じゃあなんでこうなっちゃったんだろうって思うと、もうちょっと手前でなんかこういうことをしておかないといけなかったのに、やらなかったから最後無理やり終わらせることになっちゃったなとかっていう風に振り返りができるけれど、終わってないってやっぱりそれができないわけじゃないですか。結果そうなると、やっぱり終わってない作品がいっぱいあるより、無理やりでもいいから終わらせた作品があった方が、その人の、まあ、なんかこう物書きとしてのこう成長っていう意味ではよほど大きいんじゃないかなって思いますね。